視聴者からの質問で、円安はもっと進むと思いますかっていう質問ですね。まあ、この答えはね、まあ分かりませんね。分からないけど、まあでも歴史的に見たら、1ドル130円ぐらいの円安っていうのは何回も起きているので、まあ、今は円安だけど、またそのうち円高になるとかっていうね、こともあると思います。このままずっと円安が進んでいって、昔みたいに1ドル360円になるとかっていうのは考えにくいかなって感じ。うん。為替もね、結局まあチャートがあるしさ、売られすぎたら買われるし、買われすぎたら売られるしっていうのもあるので、130円ぐらいのところで揉み合うんじゃないかなと思ってます。ね、そのうちまたね、いろいろ経済情勢とかが変わっていったら、また円高になっていって、1ドル110円とか100円とか、うん、それぐらいになる可能性はあるけど、まあ円安が進んでね、1ドル150円とかになる可能性はまあ全然あるかなと思いますね。仮想通貨やってる人にとってはね、円安の方が好都合ですよね。基本的に仮想通貨ってまあドル建てでね、トレードするので、ドルをまあ稼ぐと。まあ、テザーとかね、USDC とかドル建てのステーブルコインを稼ぐと。で、それを円に変えて生活費にするとかっていうことになるんで、まあ日本居住者の人で仮想通貨やってる人は、まあ円安進んだ方がお得っていうのはあるよね。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や、僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。